よし、こっから。あれ面白かったんだよな。なんかね。ね、面白いね、あれ。あれ、なんか目の錯覚だよね、これ。みんな大丈夫だよね、あの、シェアが許可されてないみたいなことないよね。ステージ。うん、あ、ボイスがってことですか。そう。多分僕は大丈夫だと思う。問題なしでございます。ね、うん、よし、じゃあ。すげえな。じゃあ、ドク校長お願いします、今日の。今日の仕切りちょっと任せていい。俺最近久しぶりなんでちょっとリハビリしたいわ。しょうがねえな、もんでやるか。お願いします。じゃあやりましょうか。お願いします。じゃあ最初は、うん、そのチョロさんのやつやりましょうか。じゃあ草原で走る。草原で走る、やっちゃう。こんな夜に、こんな夜、こんな夜にやるの、ドクさん。移動したらもう夜が明けるだろう。ああ、そういうことか。なかなかそういうこと見越して。何で走ると思ってんの。え、何、ファストトラベルとかなしで行く。いや、甘いだな。久しぶりの RDO プレイヤーがそんなんじゃちょっと。あ、そうですか、すみません。この先大丈夫か。ごめんなさい、なんか稼ぎに来てんだよ、こっちは。俺4ゴールドだぞ、今。すげえとがるじゃん。4ゴールド。4ゴールド。その服買ったら4ゴールドになっちゃった。4ゴールドだよ、うん、この服買ったら4ゴールドだよ。相変わらず上着着ねえな。いいファッションセンス持ってるから、ね。そうだって、お前ベルトも埋まっちゃってんじゃん。やめろ、そういうこと言うな。よし、じゃあ行きましょうか。どこに行けばいいの、ドクさん。草原はもうね、皆さんこの世界熟知してらっしゃるから任せるけども、うん、うん、ちょっと待って。そしたら身がパラパラになっちゃうな。なんか答えバッて言うのかと思ったら、いや、もういいよ。ブラックウォーター西側行こう。ブラックウォーター西側すごいいいとこじゃないですか。ハートランドだろ、お前。うん、草原っつったらなんかハートランドのイメージ。ルピナスでしょ、ビッグバレーの。ドクさん大丈夫ですか。いや、そんな3つぐらい出ました。意見なくなる。どうした泣いてるのか。ルピナスだったらちょっとまだ時間が早すぎる。そうなんです、うん、バストラ使おう。あとね、やっぱルピナスだとね、どうしてもビッグバレー収録組合感がバンって出ちゃうっていうか、西部開拓時代の感じみたいなのは出ないよね。かってなんだよ。かってなんだよ。キャッカーか。キャッカー。はい、じゃあキャッカー出ましたんで、どうしましょうか。だそうです。じゃあもう、うん、おいおいその写真撮るとして、今日の挑戦やっていきましょうよ。じゃあ、うん、今日の挑戦やっていく。うん、うん、変わっちゃった。これは何かな。どうしよう。ワイルドミンとストーリーミッション、うん、ターチを捕まえた、うん、4人しかないから武器をカスタマイズした。うん、なんかあれよ、何フィート走ったみたいのあるから、ファストドライブしないで、はいはい、多分普通に行っちゃった方がいいんじゃない。配達でできる人は配達。これ走ったっていうのは、ああ、そうだね、足ですか、馬ですか。自分の足で。じゃあみんな走るか。走りますか。走ろうか。どこまで走るか知らんけども。うん。じゃあちょっと待ってね。もえさん、ひげもっと蓄えた方がいいですよ。ええ。僕ぐらい。うん、いや、結構これ、お前さんの、見てんだけどな。いや、もっと生やした方がいいよ。蓄えよう。あ、これ買ったんだよね、もえさん。え？これ、ドキッとしたでしょ？あえてよかったわっていう感じ、ほら。全然始めないじゃん。全然始めないじゃん。ちょっとね、じゃあね。どうしようかな。お民警団長が動いたな、うん、待ってたよそのセリフ。ちょっともう何も進まねえから。とりあえずね、リックス駅まで行きましょうね。走って、はい。そしたら多分いい感じで終わってるでしょ。あ、意外とないかもしれない、この世界で馬ちゃん使わずに走っていくって。そうそう、走っていくみたいなのないでしょ。ないじゃん、うん。何やってんだろこれ。うわ、なんだこれ。なんだなんだ。あれ、おい、分かってんだろな。お前ら分かってんだろな。いきなりビリは罰がある。やろう。やべえ。やべえ。やれやった。あ、なんだなんだ。
逆に避ける方が早いぞ。あーそうそう、あれちょっと仮面に時間いるから、あーちょっと待って、ちょっと待って、もまいし、もまいし、危ないよあれ、もまいし、やばいそれ。いやーまあ、あー来てるね、来てるね、いやーおー、あーやばいぞ、危ねえ、いけ、あーしまった、あーやばいよ、チャンスだ、チャンスだ、今チャンスだぞ、チャンスだぞ、ダイナマイト投げすぎて荒れてるからちょっと、うわーすっごい、危ない危ない、まず早く立て、うわーもうないし、真っ白、危ねえ、あー臭い、まあ言えねえじゃんこれ、イリスダイナマイト前に投げちゃダメだな、ね、うまく投げないと、あのちょうど爆発するときに行くからね、そう自分が死ぬわ、よしよし、これいける、あーやばい、スタミナがやばい、ジジ頑張れ、ジジ頑張れ、心臓が止まる前にたどり着け、ジジの心音が聞こえるよ、やばい、ジガールビリはビリちゃんと確認して、ビリちゃんと確認して、おじいちゃん、ああそう、いやちょっとね、いやこの勝負ちょっとあれだわ、おじいちゃんに刺すのは酷だったな、もうスタミナ引いて死んでしまうまい、もうダメじゃない、よしじゃあモアイさん、すいませんけどモノマネお願いしていいですか、モノマネ何でもいいですよ、モノマネ一本お願いします、じゃあちょっと、はい、じゃあちょっと皆さん静粛に、じゃあちょっとニャンチューのモノマネでも、ニャンチューニャンチューじゃあお願いします、じゃんじゃじゃん、どうもニャンチューだニャン、今日は綺麗な女さんと一緒に遊びたいんだニャン、めっちゃうまい、めちゃくちゃうまい、いや違う、あのモアイさんはニャンチューの声でずっとあれだよね、放送してたもんね、確か、そうなの、すごい、そうだ、いいんですか、いきなりお箱使って、いやもう、次だからもう負けられないよ、いやもう次ないよ、もう次ないよ、負けられませんよ、いやニャンチューのクオリティ高くて、うん、俺のスティッチとかやってる場合じゃねえし、何やってんの俺、よし、まだちょっと待って、でもまだあれだね、意外と半分ぐらい、そうですね、これ2戦目がありますね、2戦目があります、ちょっとさ、みんなあのまあ行くのはフラットネックなんですけど、ちょっとみんなここに線路に一列に並んでもらっていいですか、ここからスタートします、やっと構成でやれんのこれ、そうそう、さっきちょっとだいぶね、ちょっとね、差できた状態だったけど、なんで前に行こうとすんだよ、どんどんちゃんと一列並んで、一列に、うん、私基準で横に一列並んでください、じゃあさっきね、ビリだったモアイさんがスタートの合図してもらうということにしましょう。ああ。部屋によるのね。うん。なんかちょっとないかな。もし、なんか企んでねえか？いや、何も。じゃあもう自分の好きなタイミングでいいんですか？あ、そうです。はい。じゃあ、位置について。よーあれやめろ、あれちょっと待って俺と同じ考えだったぞ、俺のイズムを継承してるやつがいるぞ、騙されたな、マジそんな構成に行くとは思うなよくっさ、もう誰これ、あっつい、あ、これちょっともう後ろひたすら走る、後ろ見てる、よろよろ、あ、うまい読んだ誰だ、うまい読んだ誰だ、誰だこれ、あ、
足足ちょっとだ誰か下行ってるけどやばいぞ、ここはここで落とされたら NPC じゃないですか。 NPC かやばい、完全に出遅れた。チンクルの姿が見えないけどチンクル大丈夫か。チンクルの姿見えないけどどこ行ったチンクル今水浸しだよ。チンクルさ、チンクル下だ。チンクルが下だぞやばい、またスタミナ切れた、やばいぞ。めっちゃいい勝負、めっちゃいい勝負めっちゃいい勝負。いや戦闘、まだあるよな。1位2位はいい勝負だ。いや、ユースケさん早い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 、やばいやばいやばい、後ろ来てる、後ろ来てる、急げ急げ急げ。ユースケさんめっちゃ早いくそ、ジジイ頼む、持ってくれユースケさん早い負けた。あー、もう俺もスタミナ切れる。2位だ。よーし、ここがゴールだ。よーし3位あーよし、なんとかドベはドベアソス。あれ、チンクルがいないね。誰誰だ。チンクルいないね。来た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 よ来たよ。あれでしょ、あの線路の先に見えるやつでしょまあそりゃ誰かしら不正すると思ってこっちもね、あれですから先に飲んどいたんです。あ、本当にお手製のビターズを今ちょっとモノマネ考えながら走って歩いてきてるからちょっと待ってあげてみんな。言うな言うな、そういうことなんか持ってんな、なんか持ってんな。みんな待ってあげてね、ちょっと時間をあげてください、あの子に。みんなが知ってるネタ持ってるニャンチューずるいな。ずるいって言われてもね、局所的に知ってる人しか。いや、じゃドクさん、いやドクさん一番みんなが知ってる得意なやつあんじゃん。チョロマロさんが一番最初に来た時にさ披露したやつあったでしょ。え、自分なんかやりましたっけ。じゃチョロマロさんがねビッグバレに来てくれた時に、来た日に屋根の上でご披露したモノマネあったでしょ。屋根の上でそんなことやったか俺。あの電気放つネズミのやついるじゃないですか。わかりやすいパスきた。電気放つネズミの得意なやつあるじゃないですか、徳さん。やるか、あれ結構喉つまいでからだからね。いや、ちょっと、うん、大丈夫だよ。もう徳さんのタイミング任せるから、ちょっとみんな静かにして待ってあげて。ちょっと、うん、ストレッチ挟んだりして、ね。ストレッチ関係あるかな。あるある。これ結構整体に来るんだから。まあいいか。ではやらせていただきます。うん、はい、あ、いいですね。ステージできた。ステージできた。で、ピカチュウ。ピッ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 。な、死ねばいいのに。いや違う。あのね、前回よりちょっとあの。グレード上げてきてるからびっくりしてます。びっくりした言葉出なかった。いやもうね、もう本当にあいつ絶対会社から家に帰りの向かう最中で練習してんだから。やっぱりやってた。何回か練習してるなって。いやそりゃちょっと数段レベル上げてきてるよ。すって出てきたから。そう、窓全開でやってっから。危ねえよ。閉めろ閉めろ、捕まれ。それ捕まるやついいの。窓全開はやばいな。窓全開風感じながらやんのよ僕練習。閉めろ。もうじゃあ何で壊したの。公共だぞ。公共の道だぞ。お前のもんじゃねえんだ。いいだろ別に。うん、なんか列車来てんな。あ本当に。あ列車来てるね。やったーでもでも、ね、列車だー。止めれるよ。もえさんなら。もえさんなら止める。おじいちゃん。おじいちゃんが。いやーでもおじいちゃん。列車大好きだから思わず飛び込んでしもたわ。確かにあのずっと先頭に乗ってた。横たわりながら。トータルあれ。あれまだ終わらない？あ、走れた。あ、クリアしたね。クリアしました。もう僕はもうクリアよこれ。うん。じゃあこのまま一回バレンタイン。はいはい。うん。で、あ、ちょっと電車で？え？あ、汽車で？これバレンタイン行く？これ行かない？どっかどこ行くんだこれ？行かないじゃん。あ、違うか。ローズの方行っちゃうのか。うん。
あ、じゃあバレンタインまで行きますか。別にでもローズでも良かったね。うずーん。あれでも何名か汽車乗ってっちゃったね。あれ本当だ。乗ってってしまった。ちょっと待って、よしよしよし、行こう、よし行こう。あの列車追ってくれ。はい。乗せてくれー。ちっちゃい。綺麗。お前なんかあれだな、馬で跳ねるの上手くなったな。あ、止まってる。あ、止まってるな。あ、止まってるな。止まっ、あ、何、汽車ジャックしたの誰か。ありがてえ、ありがて、止まってるじゃないか。行こう行こう。止まってんな。止まってるね。誰か運転手やったの。誰かいるな先頭に。あー、じいさんたちだ。列車好きが殺したわけじゃないけど、列車好きが殺してもう汽車を待ってじいちゃん。この列車はわしのもんじゃ。あー、アクセルずっと踏んでるタイプだ。おーおー、ヨーチン、あ、ヨーチンか、あれアクセル全開じゃ。チンクルか、落ちた。チンクルが落ちた。チンクル飲んの下手だな、これ。飲んだ下手だね。一回弾かれてたね。よし、とりあえず、あ、知らない方も乗ってくるよ、あれ。やばいな。これ犯人出てくるでしょ。ダメージ受けてるやつ。ダメージ受けてねえぞ。あれ誰だこれ。ちょっと誰よ。あ、受けてないね、みんな。受けてないよ、うん、あ、じゃあ誰なんだろう。後ろお前だろ。いやいや、俺ダメージ受けるよ。おお、あー、そうだ。あ、チョロ丸さん、チョロ丸さん、ドクさんに押し出された。いやいや、そんなことしないよ。よし、じゃあ首だ。なきゃ、君乗ったでしょ。首だ。ちょっとモアイさん待ってね。なんか落ちちゃった、落ちちゃった子いるから。あ、大丈夫です、大丈夫です。乗りました、乗りました。あ、乗った。うわー、うわー、うわー、ちょっと待って。いやいやいや、あのね、あの投げた張本人が死んでるから。ちょっと待ってね。命がけのボケだったみたい。ちょっと待ってくれ、今のは、うん、あの僕じゃないんだよ、本当に。なんで死んでた。僕じゃない、犯人は、うん、この中にいる。お前だろ。いやいやいや、俺じゃないんだよ。自滅したって言ってた。俺じゃないのよ。自滅したって言ってた。俺は確かに設置したよ、うんうん、ただそれはある程度僕も見定めてやりたかったんだけど、気がついたら爆発してたよ、うんうん、俺じゃない。いや、お前じゃねえか。爆発しかけたって言ったじゃねえ。いや、言わせてくれ、うん、犯人はこの中にいる。いや、お前だよ、だから。いや、俺じゃないんだよ。でも俺じゃないよ、本当に。いや、だから絶対誰か撃ったよ、あれ。いや、ちょっと整理して考えて。設置したじゃない。いや、僕今、じゃあちょっともう一回あの状況を整理すると、僕がこうやって置いたのよ、うんうん、っこうやって、うん、エラーかい。どうした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 、なんだなんだ。いや、だから現場をね、うん、再現しようとしたら、うん、以下のアプリケーションエラーが起きました。なんか表示滑ってる、滑ってる。 0% で済まねえんだけど。え、なんで今ドクさん俺の目の前にいるよ。え、どういうこと。これ何、もう生きてないの。これもう生きてないはず。いや、もえさん、これもう生きて、生きてないみたい。あ、消えた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 。いやいやいや、ひどいなぁ。いや、こんな仕打ちないよ。おかしい人はなくした。いや、まあ神は見てるということです、ね、これ問題報告だな。うん、受けるところを逃したよ。よじん行こう、先に。受けるところ逃したよ。うん、受けるとこ残したな。あ、どうぞどうぞ、 あの馬で追いかけるんで大丈夫ですよ。じゃあ頼む。あ、運転しています。チョロさん来れるでしょ。もう来ました。そこに三つ星製造業者が出てるけど、どこに。あ、なんか出てんの。本当だ。これあれなんじゃないの、これあれなんじゃないの、行ったらあれなんじゃないの、うん、レシピ的なやつ出たりするやつ。どうした。レシピ的なやつ、レシピ的なやつ出るやつじゃないの。今日あの NPC をデッドアイで倒すってことがあるから。そうだそうだ、デッドアイでじゃあやろう。しくじったな。いや、もう完全に悪いやつが言う感じで、完全にお前の企みだったじゃないか。証拠の映像がねえのが悔やまれるな。いや、もう残念です。悔しいね、これは。もう犯人を出すな、これあれか。一応どうします、ステルスでいきます。
いや、もうなんか目の前にいるから。なんかみんな、でもあれでしょ、これ。デッドアイでやったらいいんでしょ、これ。あ、そっか、どっちにしろそうか。そう。普通デッドアイでやらないといけないけど。そうだった、そう。あれやりたいよな。よし、もう片付けてしまったな。これじゃあ片付けちゃっていいんですか？片付けちゃっていいよ。向こうから来てる。でも造影も来てるから大丈夫でしょ。うん、あ、ここにチョコレートデイジーがあった。取っとこう。デッドアイなかった。いた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 。急に現れたけど何？あお。よし。しまったね。久しぶりだから。エラ落ち多いなでも。まだエラ落ちする？いや僕あの今日だってこれで3回目だもん。うん。9時前にログインして、まあ、でサンドニが結構重かったってまた。ああ。あそこ重いですね。あそこなんかやたらエラ落ちする気がする。やっぱりあるとかなると重くて落ちちゃう。あそれはもうなんか PS4 の。オッケー、俺は終わり。あとはもう見てる。もしかしてあれ？今日の挑戦で何かありましたっけ？うん、デッドアイでやる。デッドアイで NPC を倒す。あ、しまった。普通にやっちゃってた。デッドアイでどうやってやるんでしたっけ？あ、思い出した、うん、思い出して俺も説明するほどリハビリが済んでない。うん、 R3 押し込みで黒く濡れを発動させてまたもう一人、うん、って感じだね。いない。今何人だ。わた、やった、酒瓶が揃った。おお、あれ一人も殺してない。やったー、探ったら酒瓶揃いました。おー、おめでとう。おめでとうございます。これあれかい、なんか酒のレシピみたいの出るやつじゃないのか、これは違うのかい。なんか違うっぽいな、2人の時みたいな感じだもんね確か。酒のレシピ出るやつっていうのがいまいちね、それがまだよく分かってないんですよ。なんかね、あの疲労レシピが1個あって。なんかチャリチャリしてるな。チャリチャリしてるから。そう、それだ。ポイズンポピーだ、それだ。レベッカさんがなんか取ってくれたよね。うん。これかな？どこだろう。このなんかちょっと探り入れてみてよ、そのあたり。家の中ですね。家の中ですね。うん、家の中どこだろう。ここです、ここ。ここライフルどこ？ここ。あ、そこ？これグレイコのサファイアブレスレット。おお。人数分ちょっとあれだな。人数分あんの？ちょっと一回。一回離れないと。一人ずつ。はい、はいはい。あ、ここ誰も行かないっていう。みんな離れて誰も行かないっていう。金庫があるから開けたを。なんかユウスケさんの持ってる銃なんか柄が違くない？多分銃がついてます。違うわ、あれだ、銃の手入れがなってないです多分。あれだ、違うあれだよ、あの装飾の色を元のね金属と全く違う色にしてるから柄に、うん、ボルト式の方はあれよ、あの賞金稼ぎの仕様にしてあるんで。ああなるほどね、多分それじゃないかな、それか。よし、だろう。はい、いただきました。私はあのボルカニックを収集家のやつにしたんですよ。はい、あれかっこいいっすかね。こっちの方に野花がありますよ。野花、チョコレートデイジー。はい、どこだ、だから場所わかんないんですけど、ここら辺に、そのあたり、チャリチャリ言ってるはずです。あった、本当だ、ここだ、ここあった ここ
ヨチン、あれだな、ドクさんに似てきたとこあるな。ドクさんに毒されてますね。おっと、マイナス3点。マジか、マイナスか。とごめんなさい、マイナス3点。うちはもうダジャレ禁止としてますから。幼稚のせい、知らなかった。幼稚のせいで。そうなんだ。そうなんです。すみません。幼稚のせいです。普通に今日は普通にしますからね。二十歳のね若者がもうどんずべりのダジャレ繰り返すもんですから禁止にしました。あ、じゃあわしもダメだな。どんずべりのもうダジャレ連発だもんな。嘘。ドクさんは入れないの？いや、さっきそこにいた？まあ、いますよ。あ、いるね。ちょっとチンクルチンクルいじめないで、妖精さんなんだから。ヒゲだ。まった、まった、捕らえよう、この妖精。かわいいでしょ、ほら。まったまたくこの野郎、ちょっと短いの入れてくれよ。いや、入れねえんだよ。入れるだろ。なんか入れないのよ。なんでよ。態度入るって言ってもさ、偽物だから、偽物だからだろ。ちょっと、だ、入れ、あ、はい。ほら。ここまでの距離に近づけばいいんだな。そんなことないだろ、そんなことないだろ、別に。おい。もう僕は傷ついたよ。傷ついてるって。やめろよ。こういうこと、もうね、うちの民警団なのね、あいまいまが長すぎる。あのね、全然進まないの。ちょっとじゃあもうローズ行くよ、このまま。行こう行こう。うん。はい、金稼ぎに来てんだよ。その線路をたどって、あ、そうだ、もう列車ね、モアイさんの列車があるから。乗せて。消えちゃった。どうかな。どうかな、ちょっと見て。あ、まだある。モアイさんの列車まだある。ちゃんと乗せてくださいってお願いして乗せてもらってね。あれってもらえ、モアイさんの列車なんだ。そうだよ。乗ります。お邪魔します。乗せてください。すごい必死で登ったし今。ゴー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 、飛ばしていこう。危ないぞ、なんか置いてあるぞ。どうしたどうした。出発進行。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待って、みんなちょっと、はい、あの聞いてほしい。何かとは、何かとは言わないけど。どうした。橋まで待て。え、わかるな。ああ、なるほどね。なるほどな。なるほどね。わかるな。なるほどね。わかったか。運転手がうなずいたぞ、静かに。わかってるな。あ、まさか口ちょっと半開きで運転するんだね。ちょっと俺不安だよ。ボケないかな。怖いな。あれ、ドクさんここに置かなかった？あれを。どうした？ここに置かなかった？あれ、俺のマチャミが死んでる。え？おい、だ、やべえ、大丈夫、誰かの馬が、俺のマチャミが死んでる。ショーマップで気づいたマチャミが見えるぞ、おい。なんか誰か来たよ。ケンジさんが来たよ。ん？間違ったかな？あの野郎。まだ分かりやがった。ダイナマイトの使い方は、もっと覚えなきゃな。そうだね。うん。え、なにダイナマイトでやられたの？いや、わかんないけど。いや、あの、列車に引かれてました、普通に。そういうことか。ちょっと、仕方ない。そういうこと言っちゃダメだよ。それはもう仕方ない。そんな可愛く聞いてたんだけどな。やべえなぁ、なんか。あれかけなかった？ここ、なんかあ、すげえ。モアシ。え、モアシのね、ケツ一人称視点でやるとね、着火って出るんだけど、これ着火していいの？いいよ、じゃあしてよ。じゃあいいよ、してよ。してごらん。してよ、じゃあ。してごらん。してみてよ。モアシ、さようなら。
はっはっは、その程度の攻撃効くと思っているのか。運転手効かないの？効かないっていうか。いや、多分防衛的だからだと思う。防衛的だし、うん、あのフレンドリーファイヤーもないし、そう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 。多分そういうことだろう。そこにドクさん、鼻血出てるよ。ドクさん、そこに置いてみ。ダイナマイト置いてみ。何を何を。そこにダイナマイト置いてみ、その、あの、火種の前に。火種？火種の前に。火種でしょ？うん。お、あ、これか。真下か。でもあれはい、そんなことついちゃった、そんなことを言ってる間にそんなことを言ってる間にちょっとダイナマイト、ダイナマイトで下車しよう。じゃあボンダイナミック、あれ死んじゃう、死んだけど、なんでちょっと待って、なんで死んだうわすげえグロテスク、ぐちゃぐちゃだ、久々のグロさだね。ここまで派手にやると思わない。ちょーく足がなんか知らないけど死んだ。ちょっとなあ、あれかね、あの骨が見える、骨が自分で、ちゃんと運ぼうよ。自分で撃ったら影響あんのかな。なんだね、うん、まあ鬼滅扱いだよね、うん、そういうことか。あー、これはかわいそうだよこれ一応動画に載せれるかどうかっていうのを判断してから持ってきてね。はい。いやいやいや、組合長だからね、その手荒なことできないよみんな。うん、頼むよ。うん。行きましょうかこれ、連れて。連れて行くんだ。連れてくるんだ。いやいや。やっぱりここに本人待ってるわけでしょこれ。闇が深くなってしまったな。おお、言われてるな。あ、でもこれ難しいな、結構後ろ見えないから。本人どこだ。ここにいるよ。あれ、ここで何をするんでしたっけ。あ、なんか武器のカスタマイズを。あ、これはしましょうか。ドクさん、これはね、放送できないやつ、うん、あ、これはドクさん、ここは申し訳ないけどカットさせてもらうやつだ。いや、ここね、僕たちがここまでやったわけじゃないんだよ。あのダイナマイトで獅子飛んでったんだよいやもう、いやもう普通に普通に下車できると思ってたから俺、あのまま。いつもね。いやいや、やっぱプロでもね、プロでもやっぱ事故は起こるよね。ああ、うん、ね、やっぱダイナマイトで、ね、ダイナマイトで飯食ってるけどもさ。あ、ラムさんだ、ラムさん。あ、ほんと？どこにいる？自分の目の前です。改造すればいいんでしょ、これ。改造。そうそう、改造すればいい。で、一番いいのはナイフね。ナイフの柄を、柄の色を変えるみたいなのが一番安さ。ああ、うん。それしましょう、じゃあ。それにしよう。安かった。それが一番安かったんですよ。ナイフ。ハンティングナイフ。そう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 、スタイル。ラムさんどこにいんの。自分の目の前です。いや、ちょっとモアイさん、僕が助けるとこだったのに。助けるってあれでしょ、どうせダイヤメントぶち込むでしょ。ちょっと、ね、いやいや、こんばんは。こんばんは。もちろんそういう、レベッカさん、レベッカさん、どうしたどうしたどうした。ラムさん、あの、オタクのメンバーにまた、あの、うん、振り落とされたんですけど。本当に、あの、やり返してください。うん、あの、Y とかいう人。もうね、ダメなんです、この人はもう。誰だよ、誰だよ、おめだよ、おめだよ。やめろ、やめろ。いや、だからさ、ちょっと、幼稚、幼稚。これ、幼稚、放送できないやつなの、これ。刺して、刺して。他はいいから、刺して、これはやめて。でね、あのね、皆さん全員真っ赤っか本当にそんなことやったっけ。本当にあれも、あ、そうそう、ラムさんご存知でしょ、私たちはビジネスマンですよいやいや、真っ赤っか、やだな、そんななんかネガティブキャンペーンしないでくださいよやめてほしいですわ誰のせい、モアイさん、モアイさん、はい、はじめまして、はじめまして。あの、振り落とされたから、あ、そういうことか、敵対してるだけ。そうそうそう、敵対してる、真っ赤っかだよ。だから民権団全体が敵対してるだけ、うん、ちょっと待って、あの、わっ、ちょっと待って、この、まずは、あれよ、やめろ、某安全装置ぶっ壊れたのがレベッカさん、レベッカさんをね、うん、久しぶりにインしたって聞いたからね、うん、あの、豪華客船とね、うん、あの、シシカ刑務所の絵のね、うん、招待をしようかなと思って。おーっと、行きたい、刑務所、
行きたい。久々に刑務所送られんの。行きたい。刑務所に、刑務所に行きたい。どんな罪を犯せばいいですか。ラム先生、教えてください。行きたいって。何でもします。行きましょう。人も殺します。やべえやつや。ミッション中ならいけるっていう。ミッション中ならいけんの。ミッション中で、うん、あるルートを通らないといけないんですよ。だから正規のルートでは一切いけないんで。ミッション中ってことは、なんか困難な感じがするな。4人とかじゃなくて。あ、ラムさん誘えるな。ちょっと待って、うん、はい、ちょっと待ってください。あれかな、否定を、グリッチですか。グリッチじゃない。見知らぬ人でもいけるのかな。ちょっと待ってくださいね。うん、見知らぬ人ミッション、ブラックウォーター確認外す。見知らぬ人ミッションでもいけるんだったら、この人数でもいけるけど。うん。何でもいい。ミッションなら何でもいいんだから、ソロセッションっぽい感じができたら、それでいきます。ああ、本当に。うん。ちょっとじゃあ、それにチャレンジしないと、まずはいけないね。うん。どれやったらソロセッションになるんだろう、今。一応ね、うん、ホークさんが言ってたのは、うん、名前。ね、ちょっと忘れした、うん、ください。すごいなんかバフンの山がある、ここに。あ、それはドクさんの作品です、うん、ローズはね、結構ドクさん踏んでる。エンガチョ、エンガチョ、ドクさんエンガチョ、久しぶりに聞いたな、エンガチョ。ちょっと縛り上げて、みんな結構年だな。え、千と千尋のも、神隠しで、カマジーがエンガチョエンガチョ言ってました。あ、そっかそっか。そっかそっか。聞きてーな、俺、チョロマルさんの、千と千尋の神隠し。もう、今日、今日、無茶ぶりすごくね、お前。千と千尋の神隠し。よっ、もし。あれ、誰かカエルのものまねが上手い人いましたよね。いや、本当にね、カエル聞かせてくれよ、久しぶりに。めんどくせえ、全体的に。はい、すいません。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 じゃあ、もやさんじゃない。もやさんじゃない。わかるでしょ。わかるでしょ。誰がめんどくせえのかぐらい。今すぐ酒を飲んで落ち着け。アロハ。アロハじゃねえんだ。アロハじゃねえんだ。アロハなんだよ、お前。アロハじゃねえんだ。誰だったっけな。誰だったっけ。体熱いな。騒いでっからだよ、お前が。一人で。暖房ついてないんだよな。ちょっと待って。うん。ゆっくりでいいですよ。確かね、バードさん。バードさんね、バーディーさんか。バーディーさん。バーディーさんのね、ツイートでね、うん、言ってるんですよ。おじいさん教えて。やばい、連行されてる。ちょっと連行されてる。やばい。違うよ、ドクさん、それ選挙か。違うよ、ドナドナだよそれ。アルプスの勝負じゃないよ、そこにいるから。ちょっとせっかくここにいるからサンダルパクります。え、今誰か呼びました。せっかくここにいるからサンドル。やべえ。あ、セシル。セシルね。セシルを受けたら、はい、だから確実に行けます。セシルって、あ、ちょっとセシルってでもあれじゃない、あの伝説だから4人までじゃない。4人までしかいけない。4人までなんとかバイパスぞい。あれって受けてミッション内でしか入れないの。ですね、要するに船が出現させるようにしたらいいんですよ、うんうん、ああなるほど。あれ、サンドルパクれなくなってるぞ。誰か知らないけど、それはもう俺がちょいちょいね、メッセージ送ってたから、運営に。そんなわけないけど。いよいよパッチ当てられたんじゃないの。あんまりにもなんかユースケってやつがサンドルパクってるから。そう、だから幼稚に飛んだから、幼稚何してんのと思って後ろから見よって。ちょっとなんかいろいろあるんだろうね、今仕事も変えたばっかりだし、いろんな、うん、そうだね。なんてダンシングヒーロー。どんな攻めだな。ちょっと聞いてあげて、ラムさん、うん、はい。
ヨーチンです。うるせえ、はじめまして。うるせえ、一緒なんだな、さっきから。何なんだよ、何なんだよ。皆さん、何やってるんですか。ずっといたろ、どうしたヨーチン。どこで行くのか。ずっと一緒にいたろ。あ、でもいいかもね、これね。うん、なんか出囃子が流行ってるらしい、最近ビッグバレが。俺も夜勤続きで全然出れなくてね。まあ、ドクさんが主導でやってたんだけど、そんな任せてたら、なんか、おかしなことになってた。よいしょ。すごい、なんか今の。ようちん、パーチは、あの、エメラルドの上の。すごい追われてるよ、今。池にあるよ。じゃあ、エメラルドまで行きましょうか。ね。エメラルドの上の池。ですね。すっげえ追われてる、うん、地図で言うと、N とオーバーのそこ、そこです、そこです。よし、ここに行きましょう。誰か手配されたのか。うん。誰これ。囲まれちゃったん、これ。パーチをすればいいんですか。そう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 。パーチ。やばいやばい。一匹し。むちゃくちゃ。むちゃくちゃな運転するじゃん。うちの馬か。大丈夫か。ジョロさん。あ、うちの馬逃げてるから。むちゃくちゃな運転するじゃん。ちょっと、うちカメラだから追いついて、あの馬車に。面白いこと起きてるから。大変なことになってる、今。やべえやべえ、キリキリ走りやがれ。皆さん、カメラこっちですよ。こんにちは。あのね、あの、もういい、後にできるものが。いや、あのね、毎回言うんだけど、カメラ外で面白いことするのやめて、もう。頼むか。あー、引っかかった。あー、大丈夫か。あー、いけるか。あー、いけるいける。逃げろ逃げろ。よしよし、行け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 。ようちんとね、必ず何かが起こるんだよね。なんかないかな、だ、爆発物が。待てるパーン、待てるパーン、待てるパーン、待てるパーン。なんか俺が今踏み外した感あるな。しまったな、二人二人の掛け合いに入りたかっただけなんだよな。あ、ルパンで思い出したんですけど、はい、一人称でほら、あの手下のリウストラの城で、うん、手下の変な兵士たちがわらわらわらって炎上にこうたくさん出てくるのを一人称だと再現できるんじゃないかって思って。一人称です、再現。どのシーンが、どのシーンかわかんない、これ。あの、なんあれか、あの、なんか鉄の爪みたいなの、そう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 、わらわらわらって、あの炎上にこう広がってくるじゃないですか。それってあれでしょ、あのなんだっけ、クラリスが捕まってる塔のところでやられるやつじゃん。そうそうそう、そうです、そうです。あれをどうやるの、一人称で。一人称だとほら、うん、そのなんだろう、うん、ロックオンしたまま円でくる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 回れるじゃん。ああ、回れるね。ああ、あれなんかやったらできるんじゃないかな。こっちの馬車乗ったのが失敗だったのかな。あれもだからあれでしょ、コマ送りで写真撮ってってどんどん増やしていくみたいな感じでしょ。もう一発撮りですよ、男は一発撮りですよ。いやいや、これ録画してるんですよね。結局だって録画してるよ、うん、あ、じゃあやめよう。どうしたの。じゃあこれまっすぐ行こう。いやいや、今ちょっといろいろあるっぽい、いろいろあるっぽい、他が来た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 。そりゃこっちの場所に乗ればそうなるよなって感じ。痛い。うわー、痛い。よし、安全や。ちょっとまだ暴走すんだよ。痛い。あの場所に乗らないと死ぬぞ。あの場所に乗らないと死ぬぞ、みんな。急げ、急げ。うまちゃんが。うまちゃん助け。なんなんこれ。
とりあえずもう証拠隠滅や、うん、証拠隠滅じゃない、証拠がっつり残ってんだろお前全部ちょっと移動手段が移動手段がちょっと待って、なんで一瞬で全部なくすんだよ壊滅した意味わかんねえんだよ、意味わかんねえんだよ、パーチ取りに行くよ、パーチ取りに行こう、そうだ忘れてた、忘れてた、ちょっと待ってここ、まあ、みんなであのお金払っとこうあ、そう、そうだそうだ、もうあの罪を、罪はお金で、あの金で償っとかないと、あ、それはしとかないと、そうですよ、徳さんとかと自分大丈夫でした。